武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はですね、高知大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、医学部医学科こちらがですね、時間が2科目で120分で、それ以外の教育、今の理工ですねと、農林、海洋科学部こちらに関しては、理科1科目で時間90分の形になっており、医学部の時間がかなり厳しい構成となっております。で、出題されている大問数は、4題ですね、出題されております。で、問題の特徴としてはとにかく論述が多いという点ですね、こちらが重要となってきます。で、選択問題なども出てきてはいるのですが、選択問題に関しては正直そのセンター乗り切ってる人であれば、前半にちゃんと、対応できてればそんなに、苦労はせずいけるんじゃないかなと思います。なので実質勝負はもう論述、ですね。こちらがちゃんと対応できるかどうかという部分に全てがかかっています。で、論述の対策、に関しては、問題集をまずこなしておく、要は論述に限らず総合的な演習ができる問題集をやっておくことと、論述性の参考書はその両方をやっておいた方がいいかと思います。で、論述 に関しては、寸大の論述、の完全対策、もしくは、大森徹の生物記述論述問題の解法ですね、そのどちらか、論述の対策基本的なことからやる、難易度はそこまで高いというわけではないので、大森徹の、シリーズ、の方が、レベル的には合ってるかなというふうには思います。で、それに合わせて国公立標準問題集キャンパスで、記述、短めの記述などですね、についても対応できるようにやっておきましょう。特に本当に論述の問題数が多いという方なので、本当に時間との戦いと、あとはそのいろんなテーマに対してちゃんと論述ができるかっていう、その部分の強化の問題にはなりますので、こちらを、しっかり鍛えてですね、対応できるように心がけてください。以上が生物の勉強となります。